フィギュアに衣装を着せるという形ではなく、お人形の制作方法で作ってほしいということだったんですね。で、お人形の場合、実はその、こう、造形されていて、色のついているものっていうのは、お顔と手足なんです。それはもう、日本人形すべてそうなんですね。で、お山人形の構成によく似てて、胴体を作っていって、衣装を着せたという形なんですね。既成の生地で近いものではなく、同じようなものを、作って、まあまあ、私たちのお山の場合、染め上げてっていうんですけどもね、そうやって作られてますので、着た姿もイメージイラストのような感じに作られている、まあ、凝ったものと言えますよね。花魁姿なんでね、どこの部分でこう、なんていうんですかね、こう、まあ質感というか、まあ良さを、雰囲気を出すかというところだったんですけども、背丈やこう裾の広がりとかは、もちろんまあ着物を着て、ちょっとポーズをとっている時に自然とできるこういう着物のシワがありまして、お人形だと、どうしてもそのお人形の生地の関係とかでも決まった形しか出ないんですけども、どうやったらそのキャラのようなそのイラストのようなシワがまあなるべく近くこう再現されるかということをポイントに考えたんですね。生切れのまま、まあ生切れというのはそのままの切れのまま縫製して、でこうなるべくこう柔らかい感じで自然にこう流れるように出る方法っていうのがやっぱり裁断の仕方なんかもあるんですね。特殊な方法で裁断することを前提にこの柄も染め上げていただいてるんですね。ちょっとイレギュラーになるんだけど、こういう人形を作るためにはこういう染め上げ方が必要なんですっていうことをまあお話しして、でそれも受け入れていただいてできた関係で、まあ、こういうふうなシワが寄せられると。特殊な裁断の仕方をすると縫製もですね、普通に縫っていくように縫っていくとですね、もう容易にずれてきちゃったりとか、合わさらなくなったりとかっていうのも多いので、やはりその縫製の仕方についても、特段の注意が必要になってくるんですね。一番上はやっぱりさらっと着て、綺麗にシワが出ているように見えるんですけども、その下では、もうそのシワをしっかりと支えられるような、そのまあ土台のような形に、中の衣装はこう作られているんですね。5、6体以上は試作して、だから最初の姿から次第にこう、まあ、煮詰めていって、最終的にこの形に、まあ、煮詰まっていったっていう形だと思うんですね。江戸時代からお人形、特にこういう一本物のこういう浮世人形とか、まあ、風俗人形とかって呼ばれてきたんですけども、そういうお人形っていうのは実は昔からキャラクター商品であったってっていう考え方が強いんですね。時の有名な歌舞伎役者の例えば女の人になった姿であったりとか、まあそういうふうな時々の有名な人をお人形化されてきたのは実は昔からそうだったんですね。それが今まあ流れとしてアニメで、ね、漫画のそのキャラがお人形になったということで、お顔がやはりその時の有名な人のお顔であるということには変わりないので、キャラクター、まあ、お顔ですよね、を引き立たせるっていうことがこの人形のその胴屋の胴体を作っているもの職人の役割だと思ってますので、ご覧になった時にリーナとか、まあ立派だなとか可愛いなとかってそういうふうに感じていただいたときに、日本人形の技術が引き立てているんだってことがもし、まあ、感じていただければ、まあ、ありがたいと思いますね。人形の休月。